2月2日生まれの君へ、誕生日おめでとう。君は神様の存在を信じるかい？君を生かしている宇宙のエネルギーを信じるかい？もし信じられるなら僕の言葉を聞いて。今神様は君に何か素晴らしい贈り物をしようと考えている。君がこの世界に生まれて本当に良かったと、心から幸せだと思えることを。だけどその形は君が想像しているものとは限らない。君が望んだものとは全く別の形や人がその幸せを持ってきてくれるかもしれない。贈り物は箱を開けてみないと中身がわからないように、現実にやってこないとそれは誰にもわからない。だから僕は君に一つだけ言っておきたい。君がプレゼントをもらって箱の中身を開けた時、それは自分が望んだものとは違うと、突き返してしまわないでと。その贈り物には意味がある。君を本当に幸せにする種なんだ。目で見ようとしないで、心の目でその贈り物を確かめてほしい。誕生日おめでとう。この世界が生み出せる最大級の贈り物を神様は君にあげようと準備している。自分なんかおじけづいたりせず、大きなチャンスを受け取って、君にはその準備ができている。素直な気持ちで心を開いて